サウサンプトン菅原デビュー戦、ぶっ壊れる。日本代表 DF 菅原幸成が新天地サウサンプトンで実戦デビューを飾った。サウサンプトンは19日、テストマッチでイーストリーと対戦。菅原はベンチスタートとなったが、前半だけで3得点を記録。ハーフタイムに9人が交代となり、菅原は後半から出場すると、いきなり大きなインパクトを残す。菅原は右サイドを何度も突破し、アシストを記録。71分、菅原の低いクロスがファーポストのマニングに届き、マニングは自信を持って、セインツの5点目を押し込んだ。さらに78分には、菅原が25ヤードの位置から、ゴール隅に右足でミドルシュートを決め、加入後初ゴールを挙げた。その後も、1点を追加したサウサンプトンは、7-1と大勝。菅原は、1ゴール1アシストで勝利に大きく貢献した。素晴らしいデビュー、超攻撃サイドバックとしては、申し分ない。鍛錬していけばもっと成長できる。でも菅原の場合は課題になりそうなのが守備力。長いリーグ戦で戦う、クラブのほとんどが格上、マッチアップする、左 WG にはドク、ピアス、三笘、ソン、マルティネッリ、ゴードン、その他にも名だたる選手が揃ってる。レギュラーに定着してほしいよな。プレミアリーグ残留を目指して頑張ってほしい。チームに馴染むのは性格的に問題なさそう。どこまでやれるかだな。頑張ってほしい。上々なスタートだ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。